この通知を総務省へ送り、それと回答祭で京子遊びに来たぜ。賓客の来訪をその様子だと、お相変わらずいろいろな雑務よ。回答祭ではこれまで名称の灯だから、せめて今年はもう花火をリーユへ各地まで送る。花火？リーユへの花火は、花火というのはリーユへの先祖たちが初めて花火を作った。昔の人々はリーユへ港が正式に開港した後、けれどだから爆竹は、すごい、あなたたちももう慣れ、花火に関する事務は、こっ、無駄だ。花火の設置場所をもっと増やさないといけないわね。しかし国政様、予算というのは何かを、もし今の予算では適切に処理できない、我々の目的は回答祭の開催を。あ、かしこまりました。ええ、あら、陽光と旅人。旅人は回答祭に参加しに来たの？花火の設置場所の見直し、それと、正直それらの仕事は部下に任せ、些細なことよ。奉義、悪いけど私は城内に行って、旅人、君は大切なお客様だ。奉義、さっき言った。はい、全て承知。ならいいわ。陽光、旅人、陽光様、それにそちらの旅人さん、私もこれで国政様から数々の計画を任せ、あや、旅人さん、ここに花火の手先が器用な方なら、これを使って自分、おいら、いや、話に入る勇気がなく、お前もそう思うよな。それに以前、仙人がリーユエコーの統治を、私たちは様々な領域の重要とは言っても、全てを自分で行うのは、今まで回答祭関連の事務は、だから回答祭の仕事が、これは非常に重要なことだから。確かにすごく気、ええ、他人にも自分にもとても、私はそれを、過ぎたるはなお及ばず、もちろん私も彼女を説得したけれど、旅人、あなたは国政と悪くない仲だし、見分、さすが旅人ね。私はこれから軍玉閣に戻って事務、本当に国政を説得する方法が、それに誰かを説得するには、そんな浅い理解じゃうまくいかないだろう。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってな。え、勝利に、ああ、確かに今は往生堂の活気を、やお二方、何かご用、勝利先生なら二人ともで、同志は散歩をし、お二方をお探しでしたら、同志はよくその地、くだらない、食べたー。えれれれ。
シャンリン、あんなタレを焼き魚につけて食べるなんて方法、あたし特製の絶雲の唐辛子をさっと炒め、ニンニクとネギを入れて混ぜる。それに塩、酢、醤油を。一見雑な手法の裏には、アジア調味料の比率を、それすなわち匠の技。そうそう、どうシャンリン。私も口がうまい方だと思ってたけど、あなたと比べるとまだまだみたいだね。同種が俺に礼を尽くす必要は。コーパーも何か注文する？遠慮しないで。このまた美味しいもんの花。あ、旅人とパイモンちゃんじゃない。ここに来るなんて。今日は待って、まだ言わないで。この同種が、まあまあ、お互いいい時に来たね。ちょうど三番酔の天使からは高評価をもらって、勝利さんとフータンにも満足してもらえたんだけど、どう？あなたたちも食べる食べる。え、食べないのか。久しいな。旅は順調か。いいことだ。それでそれで、うちの家系に先に言っておくけど、私たちも今日大事な用事って。別に祭りの時でも生老病死は避けられないでしょ。何もそんな怖がらなくても。ま、驚かせるのはここまでにして、あなたたちは雑談でもしてて、私はシャンリンと一緒に天使のところへお茶を。ああ、ゆっくりしてくるといい。では旅人、何があった？ユーヘンは正義感が強く、知的で勤勉、そして才能あふれるものだ。だが何事にも限度。そうそう、勝利って。俺がガンウォーテイ君なら彼女をいくら。それにユーヘンと俺は親しい間柄。おい、じゃあ直接ではなく、切り口を変えて彼女の心を動かすことのできる物語。日常生活などの些細なことでも。旅人はやはり鋭いな。物語の素材を探してくるといい。お前が必要だと言うなら俺からも意見を述べよう。考えがまとまったら、その物語。ユーヘンはお前と友好な関係にある。あ、分かったぞ。ここにいたのね。おい、勝利さんもいらしてたのね。些細なことを手伝ったまでだ。どうしたの？もしかして急に来たから君と勝利さんの話を。国政はどうして。私がここに来たのは千人前に千人たちと一緒に戦った時。もう知り合いなんだから。会ったのはあの一度きりよ。私のだから君たちに紹介してもらうのが。直接贈り物を届け。じゃあお願いね。おめでたい日なのに私の用事に付き合わせてしまって本当に悪いわね。花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え、いいわよ、用事を済ます。勝利さんも今年の花火大会は。ああ、ぜひ見物させてもらう。それじゃあ私は先に行くわね。旅人、ああ、行っちゃった。ユーヘンはいつも物事を迅速に進む。勝利も頼りになるぞ。そう言ってもらえて光栄だ。先ほど言ったことは二人とも心に。